台風21号のニュースとかですね、それから北海道の地震のニュースが流れておりますけれども、えー、こういったですね自然災害というのをですね自然の責任にして、責任逃れをすると、まあ、いうことがまあ大々的に行われているわけですね。まあ、例えばあの台風ですとですね、今度の台風は945ミリバールぐらいで上陸して、 え風の強さもですねえ室戸台風とか神奈川台風といった大型台風よりかはずっと低かったそれなのになぜ被害が出たかなぜ避難が必要なのかということですねまあ今日タクシーに乗りましたらタクシーの運転手がですねひどいですね車がひっくり返るからと言ってましたねですから私がちょっと10分ぐらい時間があったんで少し解説をいたしましたが例えば建築基準法ですとですね建築基準法の風速というのは大体 メメーートトルルから40メートルぐらぐいの風を想定して作るんですね。もちろんあの建築を作るときですねえ基準がなければいけないわけですが、まあ、基準風速とありましてこれは大体50年に1度ぐらいの風なんですねこの50年に1度というのはですね現在まあ気象庁が嘘の発表してますから後でちょっと説明しますけれども、まあ、その嘘の発表つまり科学というのはですね大げさに言っても少なすく言っても嘘なんですよ。 正確に言うことが大切なんですすねね数字ですから、ね、で50年に一度で設計するとだいたい30から40メートルぐらいこれは地域によって全部細かく違っておりまして、まあ、沖縄なんかは基準が大きいですしそれからあまり風の吹かない地域は少ないんですね。でところがこれはあの例えば35メートルと、まあ、基準が決まってますと設計者はですねだいたいそれの2倍から3倍の設計をやるんですね。これは 安全係数ということもあるんですが、まあ、あの使ってるうちには少しは老化してきますね。ボルトとかそういうのも錆びてきたりします。そういうことで、大体2倍から3倍ぐらいの余裕を見て設計しますので、現実的に世の中にあるものはですね、100年にいっぺんぐらいの風までは耐えられるようになってるわけです。そうじゃなかったら、安心して風の日に家の中に住んであのませんよね。外を歩いたりもできません。 だからですね、まず、例えばテレビの放送はですね、まあ、私この前そういうこと言ったんですけれども、えー、今度看板が、例えば脱離した、あれは一体手抜き工事だったのか、設計ミスだったのか、それともやむを得なかったのかっていうのを最初に報道せんといかんのですよ。それを記者は取材せんといかんわけですね。ただ、看板が剥がれましたとか、えー、屋根が飛びましたとか、そういうことを言うんじゃない、屋根飛んじゃいけないんですよ。屋根飛んじゃいけないのは、 ちゃんと建築基準法に沿って安全率を2倍ぐらいにとって作ってあるけれども外れたっていうことはまずあの風ではですね私は起こらないと思うんですね今度の。ということは今度の風による被害の多くはですね手抜き工事か設計ミスなんですよ。まあ故意の設計ミスです,、ね、ですからそれはですね問題が違うんですよ。 それからあのこの頃よくある氾濫ですね川の氾濫あれもですねどのくらいの雨が降ったら、えー、どのくらい堤防が持つかっていうことで堤防を設計するんですねいやあのーえー、福島原発の事故で大きくごまかしたので日本社会自身が大きくごまかしたのでまあその後のですね、えー、日本社会はもうむ,むちゃくちゃになってしまったわけですね。 えーっと今ちょっとこのクーラーの方でなんか、えー、話がちょっと入ってるかもしれませんが、えー、このクーラーもですね、えー、細かいことばっか言うようになったんですよ「昨日の電気代を超えましたからどうしましょうか」っていうようなことをそのエアコンから言うようにちょっと今話がぞれましたけどね。たっっってですねあの時はどうかって言ったら え原発のですね装置を作ったり運転するときに必ず被爆限度を設定するわけですね。一般は1年1ミリシーベルト、それから従業員は1年20ミリシーベルトというのを設定して、そして建物を作ったりやるわけですね。ところが、みんながあんまり怖いので、いや、ちょっともう原発の話したくないよって言うんで、1年1ミリシーベルトなんていうのは基準があるのつって大きな嘘をついたわけですね。つまり日本は基準がない 社会なのかということなんですよえ都市の災害もそうですねこの前113ミリで洪水が起きてさすがこれはですねみんなえちょっと口ごもってましたけどね昔から諫早豪雨とか <laughs> 長崎豪雨っつってですね豪雨で被害が出るのは大体1,000ミリそのくらいから被害が出るんです。800ミリぐらいの雨ってのはしょっちゅう起こるんですね。 そんなので、一時被害が起こったり、人が死んだり、家が流れたりしちゃダメなんですよ。それは設計に問題があるか、手抜き工事か、どっちかなんですね。ところが、これにかぶってるのが、実はその、地球温暖化という嘘と、その地球温暖化に80兆円もかけたのに、防止に80兆円もかけたのに、全然温度が下がってないじゃないかということに対する批判をしてないということと、それから、 気象庁の大の大きさ発表ですねまず第一に、えー、今度もですね風が50何メ50メートルぐらいの風をですね、えー、観測史上最大っ言ってましたけどこれはですねどういう嘘かこれは、まあ、はっきりした嘘ですからねそれはですね雨出すごとに測定点ごとに一番大きいやつを観測史上最大というんですよそれは観測史上最大っていう日本語が間違ってるだけですよ。 せめてどんなに少なくても大阪府ではということを言わなきゃいけないむしろそれか近畿地方ではぐらいがいいんですねたいまあこういった基準まあ例えば建築基準法の基準なりいろんな防災の基準っていうのはですね、まあ、地域が県が一番小さいですよ、ね、まあ市という場合もないじゃないんですけどねそんな観測点ごとなんてことはないんですよ観測点ごとにしますからねどれもこれも観測史上最大なんですよ あれ観測史上最大ってのはね、誰が喜ぶかって言ったら、手抜き工事屋さんとか <laughs>、設計ミスした人が助かっちゃうんですよ。ええ、何にも別に60メートルぐらいの風ってのはあるんですよ。つまりそれが50年に一遍、100年の一遍のことなのか、50年に一遍だったらなんで観測史上最大なんですかね。それは、例えばアメダスをですね、2000年ぐらいによく設置してるんですよ。すと2000年から2018年の間に、そこのアメダスの場所が、 あの一番最大だったったていうわけですだからこれはねはっきりした嘘ですよもう嘘と言った方がいいですねそうしないとこの事故があの死人だから気象庁は死亡者を増やしてるんですよ実際上は実際上ちゃんと発表しないことによって手抜き工事とか設計ミスがそのまま横行してるんですよ堤防もそうですねですから死者を増やしてるとも言えるんです業務上過失致死と言っても悪くないんですよ科学的な業務上過失致死なんです。 それから私がこの前このブログで言いましたけれども「1ヶ月の雨量の3倍が降ってます」っていうのはですね「1ヶ月の雨量のに相当する雨が降りまし1日で降りました」っていうのがあるんですよね。お聞きになったと思うす。1ヶ月の雨量に相当するのが1日で降りました。そうするとですねこれ気象庁の嘘なんですよ。というのはですねそれを聞いた人は普通はですよ「1ヶ月は30日ですから30日に降った雨が1日で降るとこう思っちゃうんですよ。 だからすごい雨だな普通の雨の30倍なんだなじゃあ川は氾濫してもしょうがないなとこう思うんですけど実はそうじゃなくて1ヶ月30日ある中で雨の降ってる日っていうのは3日間なんですよですから大いしとしと降ってるわけですけどまあまあ結構なじゃじゃぶりもあるんですけどね3日間の雨が1日で降ったつまり普通の雨の状態の3倍だってことなんです。 普通の雨の状態の3倍って言うとみんなが驚かないだろうとそ気象庁の予算を避けられちゃうんじゃないかそこで1ヶ月に降った雨のは1日で降ったっていう風に嘘なんですよこれは科学的にはもう僕私科学者ですけど絶対にそんなこと言っちゃいけないんですよあのこういう風うに説明せんって感じですね1ヶ月の雨雨量っていうのは晴れの日もあるし曇ってる時もあるので雨を降っている間っていうのは10分の1ぐらい その3日で降る雨が普通は3日でしとしとした雨とかまあまあザーザー降りとかいろいろある雨が1日で今度の大雨で降りましたとそうするとみんながですね正しくあ普通の雨の3倍だなっていうふうに理解ができるんですよところが1か月間に降る雨のが1日で降ったっていうとどのくらいの雨だか見当がつきにくいんですよそして ずいぶんひどい雨だったなっていうことしか分かんないんですね。やっぱり、えー、きちっと伝える方はできるだけ、あの、相手が誤解しないように伝えなきゃいけないんですね。ですから、観測史上最大っていうのも嘘です、はっきりと。それが死者を増やしてるわけです。対策を遅らしてるわけですよ。何もね、嘘ついたからいい結果なんて及ばないんです。だから気象庁もですね、この際、まあ、報道機関もそうですね、気象庁がちゃんとした数字を説明して、報道が、 それは基準から言って違反してるのか手抜き工事なのか設計ミスなのかもしくは自然災害なのかということをちゃんとはっきりとしなければいけないでしょうね。